見てるかな。私は今お風呂に入ってたんでこんなんで見てください。髪が濡れています。なんか化粧水を違うのにしたら肌がめっちゃ痛くなっちゃってなんか赤くなったんだよね。この時間にみんなありがとう。30分だけだけど30分やったら今来てくれる人は18時からの19時からの配信見れると思うので、3週よろしくお願いします。ドライヤーしたいけどうるさいかな。いつもなんかドライヤーばっかだからな。てかさ、今またその化粧水使ったんだけどめっちゃ痛いの。やめようかな。それがなんかニキビに効くみたいなやつだったからが強かったのかな。ちょっと今ね調べてる。拭き取りしようかな。なんかみんないいっていうコメントばかり書いてる。私最近なんか自然由来のものを使ってたから
んかさ、めっちゃ暑くない？ムシムシしないけど。クーラーつけちゃった。除湿ってどうやってやるの？送風？自動、ドライ、冷房、暖房、送風があるけど。除湿ないのかな？なさそう。あ、ドライ。除湿ってどうなるの？あ、涼しい。ムシムシを取ってくれるの？でも、ああ、除湿にしようか。冷房とどっちがいいかな？ドライにしてみた。ちょっとドライヤーしていいですか？やばい、暑いからさ。暑いからコール、その冷房っていうか涼しいやつにした。乾くのかな。前髪だけ乾かすわ。暑いからやだ。するの。って何日前に出るの決まってるの？なんか会員にならないとダメなんでしょ、公園。そうですが、一般枠もあります。一般枠はどうやって応募するの？あ、会員になってるんだったら普通に応募できるんですか？チケットセンターの登録すれば一般応募できるんだ。
あやたちはいつ言われる？なんで？私たちは普通にスタッフさんに言われる。けどファンの人にはまだ発表してないからそういうのは言えないかな。除湿って効果あんのかな。暑い早く暖かく、早く冷たくなってほしい。嫌だ。もう冷房つける。無理。無理です。今冷房をレベル2にした。風量レベル2。みんなはご飯食べた？私は昨日のご飯、昨日のあのセブンのカレードリアを朝食べてから食べてない。お昼は食べた？今何ご飯なんだろう。今食べたって聞いても。今日が最終日だよ、イベント。餃子美味しそう。餃子ってなんか自分であんま買って食べないよね。お店とかだからお弁当に入ってたら嬉しいけど、自分では買おうとは思わないで。餃子と一緒にご飯、私餃子と一緒にご飯食べちゃうけどな。デブ？なんかシューマイ、崎陽軒のシューマイ弁当よく出るけど、その時によくもうご飯と一緒に食べちゃう。シューマイも美味しいよね。あ、来た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 。あ、涼しくなってきた。ビール、ビール、ビールと餃子って合うの？ビールの良さがわからないんです。お子ちゃまに教えてください。今本当にカーペットがないからそわそわする。
痛い、お尻が。3週を2週終わり3週え3週もう終わったの、ありがとう、また夜見に来るね、待ってます、ありがとう。ね、梅雨入りしたんだってね。梅雨入りって雨ってこと？毎日雨なのかな？やだね、雨だとさサンダルとか履けないから。しばらく天気悪いのか。なんか髪の毛乾いてきた。自然乾燥が早いんだよね。なんかこじはるさんのさ服のブランドめっちゃ可愛いけど高い。ハリプトめっちゃ可愛い。
プトゥーみんな知ってるの？ヒダヤはZOZOタウン使う？なんか好きな服のブランドがZOZOタウンに入ってる時はなんか見たりするけど、結構店頭に行ってみて買っちゃうかな。もう通販は安い通販とかグレイルっていう安い通販があるんだけど、それはよく見てる。ハーリップトゥーめっちゃ可愛い。グレイル、そう知ってる？ちょっとね、寒くなってきちゃった。25度、24度にしたけ、25度にした。髪の毛次は茶色くしようと思う。夏だし、なんか黒いのちょっとね、見飽きちゃって前髪ばっか見ちゃうんだけど、嫌なんだよね、癖だよね。ここに鏡があるから見ちゃうの。もうちょっとで30分だ。見ます。1位なほほんさん、2位かっちゃん、3位ピアノマンさん、4位もう少しねさん、5位キャプテンアクアさん、6位ピー、あれまた変わった。1位ナーハンさん、2位カモちゃん、3位ピアノマンさん、4位もう少しねさん、5位ピータさん、6位アキラさん、7位キャプテンアクアさん、8位トウケンタロウくん、9位カッちゃん、10位マコトさん、11位トオヤジさん、12位一世さん、13位ジロさん、14位ハーマンさん、15位チャノムさん、16位ノリスケさん、17位ソーマコタロウさん、18位イングリッシュマッキンさん、19位ケンさん、20位まさきさんです。ありがとう。
次はイベント最後の配信、星貯めときます。ありがとう。またね。髪の毛今から乾かします。ありがとう。バイバーイ。